1時間目社会。聖徳太子っていう人について勉強していきます。聖徳太子がやったことは主に5つ、水戸天皇摂政と十四条の憲法、官位12回、法隆寺を建てたことと遣隋使を送ったこと、これが主にやっていたことです。で、十四条の憲法なんですけれども、一番権威のある色は紫ということで、皆さん紫式部って人知ってますか？で、紫式部っていうのは、すごい権威のある色、紫っていうのと、紫式部の、に式部さんなので権威のある式部さんってことで紫式部ってなるぐらい、紫っていうのは後々にも、影響を与える権威があるっていう。おお、2時間目音楽。はい、今日は学校の絵を描いていきたいと思います。で、描くときなんですけれども、この絵を参考に、描いてみてください。4時間目理科。こういう丸い形、丸い赤くなっていると実はこれ別に誰でも失敗することがあるから大丈夫だよ。大丈夫だよ。ありがとう。